魔法章、魔法章、魔法章、ミニストリー・オブ・マジックは、J.K. ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズに登場する架空の機関である。略称は、MOM。各国には、それぞれの国、地域の魔法政府機関があることが知られているが、この項目では、イギリスの魔法章について記述する。合わせて、作中に登場する法令、国際組織についても解説する。 英国魔法省は魔法を使い表議会、ザ・ウィザーズ・カウンシルを前身とする公的機関で、司法、外交、運輸などマグルの観光庁同様の仕事のほか、魔法族及び魔法生物の存在をマグルから守ること、闇魔術から魔法界の秩序と安全を守ることである。魔法法執行部、魔法事故参事部、魔法生物規制管理部、国際魔法協力部、 魔法運輸部、魔法ゲーム、スポーツ部、神秘部の7部門からなる。内最大の部署は魔法法執行部で、神秘部を除くすべての部署が、法執行部に対して何らかの責任を取る。二番目は、魔法生物規制管理部である。イギリス魔法界の最高権力者は、魔法大臣で、マグルの首相と同格である。マグルの首相の執務室の肖像がまたは壇道を通じ、 直接連絡を取ることが可能だが、平時には、互いの就任時に挨拶を交わすのみである。議会はなく、裁判所も、省の一機関であるなど、権力分立はされておらず、恣意的な法令、判決が出ることもある。また賄賂や、コネも横行する、等、1990年代には腐敗している様子も、描写されている。魔法省本庁舎は、 ロンドンの地下に設置されている。地下ではあるが、魔法によって、自在に、景色、天候を変えられる窓が存在する。在勤者は、煙突飛行ネットワークで通勤するため、地下8階のアトリウムの壁際に暖炉が多数、設置されている。外来者用の入り口は、赤い電話ボックスになっており、62442をダイヤルすると女性が要件を尋ねる。 そして要件を言うと、公衆電話のコインが出てくるところから、名前と要件が書かれた、四角い銀色のバッジが出てくる。バッジをつけるというかが落ちて、魔法省のアトリウムに着く。外来者は、一旦守衛室に行って杖を預けなければならない。地下8階のアトリウム、エントランスホールには、魔法使い、魔女、ケンタウルスゴブリンやシキシモベ妖精の共和を象徴する噴水。 魔法族の輪の泉がある。泉に投げ入れられたコインは、すべて、聖マンゴ魔法疾患障害病院に寄付される。異なる、部署同士の連絡には昔は袋を使っていたが、建物が踏んだらけになるため、魔法のかかった連絡用紙飛行機を使っている。魔法省には、様々な部があり、それぞれが異なる役職を担当している。魔法大臣及び補佐官が出入りしている。 イギリス魔法界の最高権力者。魔法城が魔法を使い表議会と呼ばれていた頃は、委員長がその地位にあった。マグルの首相と同格である。魔法法の執行を担当する、いわゆる警察に相当。通常の犯罪者の調査、逮捕が主要な任務。凶悪犯には特殊部隊が対応する。語源は、ラテン語で明けぼの、夜明けを意味する、オーロラ。 闇の魔法使いの捜査、逮捕、及び公的施設や重要人物、マグルの要人を含むの護衛を、主とする、タイテロ組織。本部での厳しい適正検査、採用後3年の訓練過程を経て、闇払いとなる資格が得られる。在学中には、闇の魔術に対する防衛術の他に、変身術、呪文学、魔法薬学の成績が重視される。 極めて優秀な人材しか採用されず、合格者が出ない年もある。これらの厳しい採用基準から、狭き門と言われる。階級のようなものも存在している模様。闇の魔法使いとの戦闘機会が多いゆえに、職務中の殉職、後遺症の残る重傷を負う者も,も少なくないが、総じて戦闘力は高く、騎士団と同様に低い人からは警戒されている。 ボルデモートが台頭した1970年代には、当時の法執行部長バーテミウス・クラウチシニアによって、闇の魔法使いに対し、許されざる呪い石をも許可され、犯人殺傷の権限が追加された。この当時は、シクイ人と戦うことが主任務であったが、ボルデモートが復活した後は、コーネリウス・ファッチが復活を信じなかったために、シクイ人との戦闘機会は、いなく、 スクリムジョールの死亡によって魔法省が掌握された後はハリーの保護にも関与できなくなっている。そのため、ボルデモートの手に落ちた魔法省の命令に従う者とアルバスダンブルドの呼びかけに応え、不死鳥の騎士団として協力する者に大きく分かれた。ムーディー、トンクス、シャックル・ボルトの3名は闇払いであると同時に騎士団の主要メンバーでもあり、神秘部の戦いでは、 ハリーたちを守るために、四い人と激しい戦いを繰り広げた、ムーディー、トンクスは、後の戦いで死亡している。不適正な魔法の使用を取り締まる。二巻でハリーは、この曲から、公式警告状を受け取った。魔法のかかったマグル製品を取り締まる。局員は二人だけだったが、六巻で局長が昇進しており、現在このつぼねがどうなっているかは不明。 魔法界とは関連性が薄い部署であることから、立場は低く、給料も高くないようである。ボルデモートや四い人への恐怖につけ込んで売られている、怪しげな物品の没収、及び、売人の逮捕を行う。スクリムジョールが1996年7月に、新設。局員を11人ほど抱える。魔法界の裁判所の事務全般を管轄。魔法界、 マグルの世界にまたがる事故を管轄する。マグルに、都合の悪い情報を忘れさせる。魔法事故の現状を復帰し、関係者の記憶を消去する。魔法界の事故が顕著すぎる場合、マグルの首相に連絡を取って、マグルに対して、納得のいく説明を作り上げる。著名な例では、ネスコのケルピー、ネッシーが絶像であるとして、マグルの世論を納得させた。魔法生物の管理。 保護を管轄。学術的な調査研究も行っており、危険度、希少度別に生物を5段階に分類している。一部の魔法生物、クラップ、フーパー、ニーズルの飼育には、規制管理部の認可が必要である。19世紀初めに、存在化、霊魂化、動物化の3部門に分けられた経緯は、幻の動物と、その生息地に詳しい。人及び、 人たる存在を管轄。人狼の生活を支援する。ゴブリンを管轄。また、グリンゴッツ銀行のゴブリンとの連絡も務める。屋敷下部べ妖精を管轄。退屈極まりない部署とされる。ゴーストを管轄。その他一般の魔法生物を管轄。英国国外の魔法界との国際親善。外交を管轄。魔法使いの移動手段関係を管轄している。 煙突飛行庫による煙突ネットワークの監視、規制などを行う。姿表しの試験を行う。ホグワーツ魔法魔術学校で行われる練習には本、センターからスタッフが出向する。無免許で姿表しを行うと罰金が課せられる。ゲームやスポーツ競技を管轄。17世紀末の国際機密保持法、公実成立に伴い、新設された。 特にクイティッチに対して、ルール、反則、リストは、非公開、競技要望機の安全基準、競技場のマグル避け対策など、様々な規制をかけている。このほか、イギリス、アイルランドリーグの運営も主催。一時、死後の世界、愛などの研究、逆転時計と予言の管理を行う。魔法省職員でさえ、この部署が何をやっているか詳細を知らない。内部には、 死のアーチ、予言の間、予言の保管、時の間、逆転時計の保管、脳みその水槽がある間、開かずの間、アルバスダンブルドアによると、この部屋には、愛が入っているなどがある。魔法省のビルの管理を行う。魔法省のビルの窓の景色を変えるのもこの部署の仕事。地下8階にあると思われる。制服は、濃紺のローブ。 OWL 試験や NEWT 試験を実施、監督する。新しい魔法を取り締まる。1997年夏に新設された委員会。マグル生まれの魔法族に対し、魔力を盗んだとして、出頭を要請する。該当者は預か番に収監されるが、逃亡者は殺害される。主営が待機する部屋、不死鳥の騎士団及び、死の秘宝パート1に登場。 ビクトリア・サカゼのタイル張りの地下道が意識され、新緑が基調となっている。アトリウム海からビルが建っているような形状をしているが、原作よりもかなり大規模に描かれている。文章は M の文字中央に杖をあしらったデザインになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。